ディリンディンディン,ディンツチャチャチャズンチャ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 ズンチャ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 消し忘れたタバコ回り続けるレコード途切れたままの言葉やみんな泣かないでおじちゃんだよ今日も始まりました 泣かないでおじちゃんラジオお相手はそう泣かないでおじちゃんだ今日はもう六回目だねあれまた今日もブースで一人の女の子が泣いてるねどうしたんだよお嬢ちゃんそんないっぱい涙流してさなんか辛いことでもあったのかい聞かしてごらん そんなの全然いいことじゃななんだなぜならおじちゃんの方がもっとつらい思いしてるからだみんなも知ってる通りおじちゃんこの YouTube で200本以上の動画上げてるよああいつも気になるよどの動画がどれぐらい再生数あるのかさおじちゃん逐一調べちゃうよここ最近200本以上上げた動画の中で 一番再生数が少ないのが前回のおじいちゃんのラジオだよびっくりしたよなんでだろうってうんなんでこんな再生数少ないんだろうってうんしかもその再生数のほとんどがあれ増えてるかなって自分でクリックしてるから半分以上自分だよおじいちゃんの方がつらいだろ だからお嬢ちゃん泣かないでたくさんの人聞いてお嬢ちゃんさもう日々の日課なんだけどさ毎晩夜になるとハイボール飲みながらオリエンタルラジオの中田あっちゃんの YouTube 大学見てるよすっごく勉強になるよ ハイボールのおつまみに最高だよ。そうやって動画を見てはハイボール飲んで。ハイボール飲んでは動画を見て。次の日、動画の内容一切覚えてないよ。結局次の日もう一回見るよ。もう次の日の朝だけ見た方がいいよ。おじちゃんの方がつらいだろ。だからおじちゃん。 泣かないでずん,ずんちゃちゃのちゃがどんどん小さくなっていくバージョンだおいちゃんさ毎日のようにもののまねっていうさものをまねする動画を上げてるんだけどさ昨日びっくりしたよ昨日上げるつもりだった動画を編集ししたときにさ もう撮ってた時もめちゃくちゃワクワクしてさもうこれ最高と思っていざ編集する時にその動画見てみたらさ「何これ全然なんだけど」ってなってお蔵入りしたよ「明日あげますね」とか「前日に言ったおじちゃんが恥ずかしいよ」「おじちゃんの方が辛いだろ?」 だからお嬢ちゃん泣かないでつっちゃつっちゃバージョンだよお嬢ちゃんさよくツイッターでエゴサーチするんだけどさ出てきたツイート思い出したんだけどさ原宿で芸人さんが ナンパしてるなんで芸人さんって分かったかっていうとその人が着てた T シャツガチャパン T シャツだったってツイート見たよびっくりしたよおじちゃんの T シャツ着て悪さするんじゃないよおじちゃんの方がつらいだろだからお嬢ちゃん泣かないで ズンサイレートバージョンだよここで一曲今日もリクエスト来てるよ福山雅治で「ハロー」今日もおじちゃんが歌うよ「恋が走り出したら君が止まらない」 まだ誰も知らないときめき抱きしめて君と笑顔つかまえるのさきっと再生数伸びないのこのコーナーのせいだよおじいちゃんの方がつらいだろお嬢ちゃん